セイタさん、お堀さん、ヤッホー、星くん、特典買ってくる。やったね、ありがとう。待ってます。あかんって、やったね。あ、そう、私のだけ個別配信なんです。この後20時からゲームの BCCS フリージャーのコラボ配信があるのでね、家にいます。ともきさん、ヤッホー見たらわかる即決。やったね。ナンシー、こんばんざい。シュプシュレムです。動画とかもね、いいかもね。頑張ってね、真似をするかもしれない。これはリゼロのレムちゃんです。レムは熱い顔しか。トムさん、ヤッホー。誠さん、こんばんざい。シュプシュプ、ヤッホー。キョンコ、ヤッホー。買います。やったね。誰ですか。ナンサー多いです。ちょっと待って、テロップ書いてない。特典買えます。ちなみに配信が19時半までしかないんですが、私は20時半まで特典券は買えますのでね、ぜひぜひ。誰ですか。ヤッホー、たつやまる、ヤッホー。今日の配信コスプレしながらって思ったけど、ちょっとこのカラコン土入りじゃなくて、うち何も見えないよね今。頑張ってね、このこっちの目だけいつもつけとる土入りのカラコン入れとって。やべ、今日ねコスプレしとうけんって、いつもあんま格好つけてないの。めちゃめちゃ格好つけたかも。うち見て、ほら。めっちゃ顔ちっちゃくしちゃった。なんかレムちゃんってそんな顔でかくねえって思っちゃったよね、ほら。こんぐらいにしとこ。ちょっとやったね、シュプシュプ、ありがとう。おはぎ初見じゃない、その格好で配信か迷ったけど。ちなみにちゃんと全身が見れます、頼んでくれたらね。実はちゃんと足まで靴下履いてます。いかん、欲しくなるしか、買うしか。レムになりました。私は今レムです。みんなのレムです。ダメちゃん買ってやったね。いいのに。あー、さくらん、あー、忍者さん、ヤッホー。ガチコスプレです。今日はちゃんとねカラコンも買ってきて、どう入ってないんですけど。むしろレムは、そう、丸の、なんか本当はここは縮めたいんやけどさ、なんかここがちっちゃくなるよね、ここしたら。違うんよってなる。ちっちゃいよね、でも顔が。一瞬誰か分からない。ナナシャオイです。実はここ七社置いて人のレムなんですけど、今日だけはレムの部屋かもしれない。やばい、めっちゃピポって言った。ちょっとちょいちょい来るかも。この後カスタムがあるので、それの連絡が多分来てる。普段美人だから。やったね。皆さんぜひ特典をゲットしてください。頑張りました、ちゃんと。メイクもね、結構レムっぽくして。頑張って丸顔にしようとしたのと、レムちゃんってチークがね、割と上の方かわいい、幼い顔やけん、チーク上の方に広めに入れてみたり、メイクとかもね頑張った。レムよりお顔がちょっと、それやったね。めっちゃやった。明日言われた、買うしかない。ディスコの通知音が来ちゃったけど、この後のカスタムの連絡とかがある。いや、これは買いな。何頼む？何でもいいよ。何でもいいんじゃない。何でもいい感じになる。動画でもいいし、落書き喋でもいいし。イエイ。私だけ個別配信。多分ね、バンザイジャパンの公式ルームの方でみんなも配信しているんですが。よかったら特典ゲットしてね。ってことで。レムちゃんモチブ、やったね。よいしょ。何も見えてない。ちょっと。音楽流し忘れたけど、でもなんかさ、レムちゃんのコスプレしとけ、音楽もなっても思ったけど、動画頼んだら言うかもしれない。私があんな可愛い声出るかな。ちな
何本当にあのねこの距離までこのちょっとコメントが見えくてごめんやけど、やばい。19時半までしか配信がないんですが、特典券は買えるのでぜひゲットしてねってことで、メイドさん全身こんな感じ、ちゃんとちゃんとリムちゃんです。ただあのモーニングスター焼けないって、あれはちょっとなかったけどね。そう、ちゃんとウィッグもかぶってウィッグも切ってパッツにしました。なんかちょっとこっち側が長い気もする、こうかな、違うね、こうかな、ちょっとこうかな、ちょっと前髪が合ってるのか分かんなくなってきた。分かったね。え、レナさんのも絶対見たい、うちが見たい。いや、そう、みんなも配信しています。私だけ個人で配信しているけど、みんなもみんなで配信していますのでね、ぜひゲットしてね。今日からスバルくん、分からんよ、動画頼んだら帰れるかもしらん、名前あんな可愛い声出るか分からんけどそう、でも多分リゼロのキャラなんやけど、この子でもリゼロっていうアニメのね、リゼロから始まる異世界生活っていうアニメのキャラなんですけど、多分それを知らん人でもメイドさんやからね、絶対可愛いキャラっていうのはもう分かると思う。いや、こんなことせん、こんなことせん、こうやってしとるよね、メイドさんやから。バルス、え、バルス、バルスって読むのはラムちゃんの方やないっけ。あれ、公式も始まった今日は、やったね、もうガチコスプレをしました、やったね。そう、よかったら皆さんこっちのね、左上のバナーと、んコスパニックスコス、あー、カミカミ、コスパニックスは公式グッズ販売の方、赤いバナーをねタップしていただくとオンライン楽市楽山特典券が買えるんですけども、その特典券を買ってくれた枚数によって、1枚で写メ、2枚で落書き写メ、またはボイスメッセージ、私はちょっとチェキがないんですがお家からなんで、3枚で動画、4枚で全員写メは頼めます、あのみんなが撮ってくれるって言うと変やけど、には入ります、ぜひゲットして。たくまくん、やっほー、落書き写メナンシー、ありがとう、落書き写メありがとうね。逆に特典何か言わない、落書き写メと動画いっぱいじゃんいやだって動画をちょっとしたい感はある。ともきさん動画と、うわー、ありがとう、動画と落書き写メ、それが今うちが今言った、まさに言ったおすすめよろしくです、ありがとう、ともきさん頼んでくれてありがとうね、待っとってね、イエイ。皆さんもさ、じゃあそれはちょっと自慢せんでもらって、うちは後で見に行くので忍者さん鬼がかってる、鬼がかっとるよ、あろう、モーニングスターで殴ってもらうには得点。モーニングスター調べたけどバカ、なんかめっちゃ高くて、あ、モーニングスターだけでそんなするんってなってちょっと諦めちゃった殴ってもらうのか難しいなっつってオッケーってやった、ありがとう、ありがとう、動画もいいよね、多分この格好やったら何にするかな、みんなもうガチでコスプレをしたので、よかったら特典ゲットしてね。落書き喋った動画楽しみ、ありがとう、落書き喋った動画ありがとう、やったねありがとうね。コンビニカードには大丈夫だ、でもあのうち配信は19時半で終わるけど20時半までね特典券は買えるのでゆっくりで大丈夫です。ぜひ概要欄ってまとめて書いて大丈夫、その例えば落書き写メと何かとか、欲しい特典券の枚数買って概要欄に欲しい特典全部その買った枚数で買える選べるやつを書いてもらえればいいよっていう
今日はレムキュンです。違う、合ってる、私的呼び方。うちの時期はないのよね、申し訳ない。中地さんこんばんざい、信じらん乗りたいです。いいね。あ、注文が届いてきている、ありがとう。あ、違う、どういうことどういうこと、よしさん、よいしょ。でもこのウィッグも結構いい感じの可愛いウィッグです。ちょっとねグラデーションになっとるんよね、前髪のとこが。ぜひゲットしてねみんな、お願い今日はコスプレをしたよ。なんか変な動きしちゃう、どうしよう、こうしとこう、ちゃんとおとなしく。レナさんとニャンをまとめ、あ、大丈夫よ、まとめて書いて。ゆうきゅん、やっほー、レムだよ、レムだよ。今日はマグスさん、こんばんざーい、はじめまして、来てくれてありがとうございます。今はコスプレをして配信しています。よかったらこっちのバナーの方から特典がゲットできるので、みんなあの特典券を買ってくれた方にはみんなしか手に入らない写メやったり、みんなにメッセージがついた落書き写メやったり、みんなその買ってくれたその人だけの動画だったりが届くので、ぜひゲットしてね。今はね配信だと上半身だけとかやけど、特典は基本的に全身が映ります。ワニフィニキャ、フィニキャは選んでほしいな、やだねえ好き、ありがとう。よくよ、手あげて、なんで、今日のあれは、え、フィニキャはちょっとやめてほしい、ちょっとそういうマナー違反なことがあるとちょっとあのよくないけん、それはちょっとやめてねって感じかもあおちゃんが一番にやったね、ありがとう。よかったらみんないっぱい特典ゲットしてください、待ってます。笑わ、笑うやんなんで、あー以外せん、あー、それもなんかむずいねまあ楽しんでくれたらいい、普通にね、あのモラル的ね、あの良くないことはせんとってくれたらさあ今日 M いいな、うち全然やってない、まあこの人頑張るわでも準備とかでバタバタしてるんやけどね今日。なんか知らん知らん言葉、え、出したかいな、うち今ごめん、ポージング、なるほど、むずいね、ちょっとあんまり想像がついてないかも。できる限り頑張るわよかったら特典ゲットしてね、オンライン楽一楽だ中です。私はリゼロっていうアニメのレムちゃんになりました。よかったら特典ゲットしてください、待ってます。鬼半蔵さんこんばんは、来てくれてありがとう。今日はコスプレ配信です、ガチコスプレです、マジでめちゃめちゃコスプレをしましたいい感じな気がしているんです自分的に自画自賛リゼロのモチベ上がってるの嫉妬ってレムちゃんこそだったら切れる、切れけたいじゃあ切れといてもろてやろやったね。なんかこっちの髪の毛の位置が不安定やけど、こうこっちかな、でもこっちとなんか、まあいいや、よくありがとう、コスプレ配信だよ。みんなだけのね特典写メだったりが、全身の写メとかがこっちの方の赤いバナーの方から
特典券を買ってくれると買います。ぜひすみちゃん入ってない、大丈夫、入っとるくない、それは。やーはーすみちゃん、え、氷たけのこさんじゃん、知っとるよ、おうち。はじめまして、レム長官、ありがとう。初配信じゃん、うち知っとるよ。氷たけのこ、はじめまして、はじめまして。リゼロ好きなん、リゼロのキャラになりました、今日は。動画と落書き写メがおすすめです。ラペルさん、こんばんは、かわいいな、やったね。今日はメイドさん、レムちゃんなんでね。なんでめっちゃハテナつくやん。わかるよ、なんでやろう、わかる。わかるよ、しおりっていう人。かけらちさん、こんばんは。いや別に特に、あ、でも知っとるんやね、リゼロは。キャラ名がわかる程度には。よかったら、ルーム入った瞬間、おろおろおろせんといてもろて。ぜひ特典をゲットしてね。もう見れんよ多分。あ、かけるちさんも落合さん、ありがとう。かわいいな、落合さん、ありがとう。やったね、ありがとう。レムちゃんです、今日は、今日はレムちゃんです。よかった、ありがとうね。もう頑張った、ガチコスプレのしました。今日はね、オンラインなんで、ちょっとライブ後の特典会で30、31日もコスプレするんですが、それとはちょっとまた違った系統のコスプレなので、そう、じゃあライブ後に多分これまでは持ってけん。え、多分メイクとか全部もろもろ合わせて2時間ぐらい軽く見積もって頑張りました。コスプレメイクなんで。市村さん、こんばんは、レムだよ。そう、今日はレムになりました。こっちの特典、ん、コスパニックストア公式グッズ販売の方から、特典券を購入していただくと、みんなだけの写メだったり、みんなにメッセージとかが書かれた落書き写メだったり、みんな宛て、みんなってか頼んでくれたその人宛ての動画だったりが買えます。特典券1枚で写メ1枚、2枚で落書き写メまたはボイスメッセージ、3枚で動画って感じです。それが、その辺が今日はおすすめかなと思います。詳しくはこっちのバナーの方から、オンライン楽市楽座っていうところから特典が買えるんですけど、希望のメンバーの特典券を買ってもらうと特典がゲットできます。ぜひゲットしてね。いのりん、落書き賞よろしく、ありがとう、頼んでくれてありがとう。かけるちね、久しぶり、ありがとう、お久しぶり、ありがとう。買ってきたゆきこもありがとう、落書き賞めと動画ありがとう、待っとってねん。落書き賞めと動画ありがとう。よしさん、頼みました、ありがとうね、みんないっぱい買ってくれてありがとう。今日だけなんで、もうこんなコスプレはめったに見れません。ていうか、多分ガチキャラのコスプレしたのうち初めてやけん、レアです。ここまでやってきて初です、初だし予定もない今後。レムちゃんになりました、ぜひゲットしてね。自分的に、出来的には、自分の出来満足度っていうと何、あ、いい感じって思っています。結構いいクオリティでできたんじゃないかなって思ってるので、よかったらぜひゲットしてね。楽しみやったね、あ、待っとってね、楽しみに。そう、ハロウィンやけんね、コスプレやけん。ツイッキャスさん、こんばんは、来てくれてありがとう。今オンラインで楽市楽座っていう
やつをやってます。よかったら特典券ゲットしてくれると嬉しいです。完成度高い、ありがとう。最悪な認知じゃん最悪だん。え、でも可愛いって思ったよ、うちは買いました、ありがとう、ありがとう。ネムキョンです。あ、ちょっとピコってきちゃったねちょっと音切ろ、切れるわこれ。あ、でもそしたら音楽流してないんやった注文ないよ、どんな注文ないよした音よ博多弁しゃべるレムやね、確かに。今動画頼んでくれたらセリフでもいいし、あれしてもいい。ハラケンよ、めっちゃめっちゃついとる、てんてん。ヤッホー、来てくれてありがとう、本当にありがとう、ありがとうございますなんでレムキュンです。よかったら特典ゲットしてね。うん、今公式でもありがとうございます。そう、皆さん公式でもみんながあれ配信してます。にゃんが公式配信、配信にね、え、これの配信流れとるん、のひろさんみんな言ってくれる、ありがとう。そう、レムキュンになりました。今日はお家からの配信なんですが、私はリフトこうやって、ガチレムキュンです。ガチレムキュンとは、ありがとうございます。リゼロのキャラクターですあの、みんなリゼロレムって調べたら多分出てきます。そのキャラクターになりました。ツイキャスさん、動画を販売し、動画を販売し、動画だったりシャメだったりを販売しています。こっち、こっちの左上のバナー、公式グッズ販売コスパニックストアの方から、オンライン楽市楽だってページがあるんですけど、それに行っていただいて、希望するメンバーの特典券を買った枚数によって特典がゲットできます。写メだったり動画だったりができます。特に足足アップよ、どうしレムちゃんになりました今日はレムアーちゃんお世話やったね。この後のカスタムは顔出しはしない予定です、この感じなんでちょっとこのままだとゲームができないよね、目固めないけん。ついでにこっちどう入ってないんよね今。最近今日コメント読む顔がめっちゃ近いんやけどさ、めっちゃ目入るこれ。このままだとちょっとゲームいいと思います、ありがとうございますよかったら得点お待ちしています急に言うやん。さ、ぜひ得点ゲットしてね、待ってます。我慢よりそうかもしれん、あちゃん実は、でもガチガチでキャラのコスプレしたのは初めてで、それ以外の、え、本当になんだろうな、あのリネームとかで制服とかいうそういう顔が変わんないタイプをしたか、一回だけオンラインでめちゃめちゃ外国人風のメイクをするってうちが勝手に顔面コスプレって名付けたんやけど、あれをしたぐらい。キャラのコスプレはマジで初めてです、イエイ。チェキはね、そうないの、ごめんね。写メで落書きがついた写メとかはある。オタク1年生なんで特典の買い方が分かりません、それは大嘘やん、ぷよ。こっちの公式グッズ販売のマナーから買ってください、ぜひ大嘘つくやん。どうも動画と写メをありがとう、動画と写メありがとうね、待っとてね、ありがとう。初めてそれなら今後に行きたい、やったね。メイクとかはもともと好きなんでね、顔とあとはでも揃えてグッズを、それこそコスプレイヤーさんとかのメイクとかを参考にしたりした。
え、そう、顔面コスプレをやって、顔面だけね。メイドさんです、ぜひ。あとね、ちょっとしたらちょっと配信が終わっちゃうんですが、あの特典券の方はあと1時間ぐらい買えます。皆さんぜひ待ってます。なんだかんだ始め、そんな気がする。うちもありがとう、ありがとうね。ぜひ特典券取ってね。あの特典買ってくれた人には、今上半身だけとかの価格なんですが、全身ついてきます。ちなみに全身はこんな感じ。あ、映ってないかも、全然画面に、画面の外行ったかも今。こんな感じです。ぜひ。あとね、本当にあとちょっとしたら愛情終わっちゃうけど、待ってます。ツイッターの方でもね告知しときますんで、さっきもちらっとしたけどね、ぜひ。背中、あ、そう、背中です、背中が開いてます。背中が開いてます、とてもとても開いてます、背中が。そうです、ぜひ特典ゲットしてね。桑田翔さん、こんばんは、かっこいいやった、こんばんは、来てくれてありがとう。あとちょっとしか配信ができないんだけど、特典券はあと1時間ぐらい買えます。今日はリゼロのネムちゃんのコスプレをしました。メイドさんのキャラです、メイド服って感じやけんのコスプレです。落書き写メ動画コンにありがとう、忍者さんありがとうね、またでね、ありがとう。また夜、あ、夜はねまた配信します。多分どうしようかね。ちなみにこれね、あのウィッグを取るとまとめ髪全部になってます。夜も配信しますが、ちょっとどうしよう、どうやって配信しよう。でも今日これをする前はすっぴんやったけん、それも配信できんなってなって、ちなみに今日公式ルームなんでね、どうしようって感じですが頑張ります。そう、ぜひこの後20時半までオンラインの方で特典券がゲットできます。配信はちょっと終わっちゃうんですが、ぜひオンラインの特典まだまだお待ちしています。ぜひゲットしてね。というわけで、ちょっとねこの後20時からは YouTube の配信があるので、そろそろ終わろうかなと思います。特典頼んでくれた人ありがとう、みなさんお疲れ様、ありがとう、落書きしま、ありがとう、もろもろ、なんだろうなっつってから、ありがとうぷよ。ってことで、カサファイありがとう、優勝でした、ありがとうっていうことで、特典頼んでくれた人ありがとう。まだまだ特典受け付けてるのでね、ぜひ、まだちょっと迷っとるな、まだ踏み出せてないなって人も待ってます。お疲れ、今んとこやったね、ありがとう、ぜひ特典待ってます。というわけで、ちょっと短かったんですが、この辺で配信を終えようと思います。皆さん来てくれてありがとうございました。以上、万歳ジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。特典頼んでくれた人も後ってね、ありがとう。でもキュンでした。